あ、疲れた。はい、どうもこんばんは、適当です。今日はウィニングポストの続きやっていこうと思います。2006年9月4週目からスタートになります。でね、ちょっと引っ越しして、今までね、ゲーミングパソコン、デスクトップでやってたんですけど、今ちょっとね、ノートパソコンでやっておりますので、ちょっとスペックがね、前より。まあ、ノートパソコンにしちゃゲーミング一応ノートパソコン買ったんやけど、なんかね、いろいろ不都合が出てくるかもしれないので、なんかあったら教えてください。で、マイクも昔使ってたやつを、持ってきてそれをつけてるんだけど、今まで使ってたマイクとそのゲーミングパソコンは、まあ、実家にそのまま置いてるんで、昼の配信は、まあ、実家にちょっと、いつもね、まあ、いろいろ飯作ったり、家のことせないかんので、一回戻るので、今まで通りの、なんだ、FPS とか、結構、なんだ、やべ、頭回んねえな、疲れてて。重たいゲームは、実家で、だいたい昼配信でやろうかなと思ってます。夜は比較的軽い、ウイポとかさ、あんまり負担がかからないやつやっていこうと思います。ノートパソコンなんで。なんか不具合があったり、マイクが変わったので、なんか、音が小さいとかあったら教えてください。じゃあ、早速やっていきます。疲れたな、今日なんかしんねえけど。普通に、まっすぐ帰ればいいんだけど。今日ちょっとね、帰るよって。途中、寄り道しちゃったからな。うん。日本ピロスフィンがスワンステークス。クオリティ適当は、スピードがないんだよ。10月1日。天皇賞は、さすがに出さないよな。ディセント競争ビリだった。これ、大逃げ試してみたけど、負けちゃったんよな。なんで、これ、ローテが悪いな。ちょっとステークスを出してみるか。次、朝食栄養ついにデビュー戦、高田芝生ゴールドフェーザーはまだ決まってないんだ。黄金の翼ってなんだこれ。特製黄金の翼。1600m の G1 レースで先行選ぶと仕掛けどころで速度。あ、1600限定。あ、マイル合ってるな。ただこいつの客室が先行であればいいんだけど、発動するんだけど。先行じゃない場合が使えないっていう。はい。かよ。あ、ごめんね。ちょっと待って。あ、すいません。
壁がね、薄いんだよな、新しい加工したとこ。除外され抜けばいいけど。テラフラメンコはマイルチャンピオンシップ。絶対勝てない。ぐらいならもう兵庫とか行ってみるか。健康はある。とりあえずこんな感じで、宿営は仕上がるかどうか。ステークス安川道夫聞いたことねえな、この地。目指したがり屋。クトーバー新馬戦がちょっと間に合わないかもな、私食えよ。よし、手に入るか。看板人気。ディノダンス先頭、しかし後続との差が縮まってきました。このまま踏ん張りきれるでしょうか。ディノダンス先頭、外から勢いよくメジロレジェンド先頭、残り 200m を通過して先頭はメジロレジェンド、持たねえな。次にアイデアサンダー、メジロレジェンド先頭、2頭ほぼ同時。これはどうでしょう、内か外か、これは分かりません。決着は写真判定か。これは際どい勝負、ゴールの瞬間もう一度 VTR。 ちょっかよ、いかん、ディノダンスが調子が悪い。一気になんか劣化しちゃったかもしれない。
リージョなんか出しちゃダメ。インバ限定戦とかの方がいいかもしんない。 IGI とか出すか。しばらく長めの休養とって、うん、私クエ用はちょっと変えようか。ちょっと関西で天命と浅草キングスとかいるんだが、エアクイーン取り出すか。ワンステークスに出てるけど、名称ボーラー、プレシャスカフェ、プリサイスマシーン、9億稼いでんだよな。俺7800万しか稼いでない。10倍以上差がある。アドマイア分。珍しく当たってんな、伊坂さん。クオリティ適当もなんか微妙。2番人気で弱る。マジかよ。ついに重賞制覇来るか、日本プロスピン。名称ボラ強いよな。9億稼いドル馬対7000万稼いでる。名称ボーラー先頭、2馬身から3馬身引き離す。日本ピロスフィン足色は十分。前に迫れるか。あと200m、一気に後続がやってきた。残り 100m、 2番手は日本ピロスフィン。名称ボーラー先頭だ。名称ボーラー1着かな。名称ボーラー2着は日本ピロスフィン、3着にプレシャスカフェ。これが G1 馬。1番人気、2番人気、3番人気。7歳ぐらいで本格化しないかな。オクトスルタンとかめっちゃ懐かしいな。日本ピロスピン、中日新聞杯。出すか。瞬発力がないな、このままな。おしゃっキャプ。ビジャボードが来る。ディープ対ビジャボード、ゴールディテキト修正浮かれ、除外されてるんだよな。取ったかな。
一番人気。セシルスラップ先頭、外の方からセゾンサイレント、ここで先頭変わりました。先頭はセゾンサイレント、クオリティテッキート抜けた、うん、2番手はサーテンギャルズ、クオリティテッキート1着、2着にはどうやら変わった交渉、クオリティテッキート2勝クラスかな、見事1勝クラスか、人気に応えました。はい、オープンに上がらんとな。お、なんかついたかも。目立ちたがりやか。フラメンコはそんな調子良くないんだよ。あ、いや、リノダンスは1敗で、バサシクエイオデビュー戦、見習いさんの名付け親が見習いさんかな、馬刺し一族、初代馬刺し食えよう。ロストシャトルはキャピ来週で、ちょっと距離は来すぎやな、ね。日勝、出るレースがないのかな。単勝で1600から2000。あー、さすがにちょっと、飽きすぎではあるよ。これとかいいよ。いいや、よし、こう一周こう、オッケー。リノダンス、リセット競争、アンドロメダステークス、ビクトリアマイル出たのか。インバ限定重賞とかなら出す。勝てないかな。ビクトリアマイル負けたんだよ。リノダンス先頭、2番手はブライトトモロー。リノダンス、これは大事でしたか。リステッド上がってる。ブライトトモロー、一番人気に応えました。リノダンス、見事です。ダンタランクやけんね、ちょっと重たい芝でも対応できる。さあ、馬刺し食えよう。主戦騎手高田、うっぱい適当の子供、放ってないな。さあ、変更だったらよかったのかな。 なんだっけ、こいつじゃねえな、ゴールドフェザーか。エアクイーン先頭、外から変更じゃないと先頭発動しない。2番手手応えはどうか。残り 200m、 後続を大きく引き離しました。強いな。残り 100m、 2番手はエアクイーン、バサシクエヨー。バサシクエヨー、ついに完璧です。圧倒的なクラシックに行ける馬が出てきた。2着はエアクイーン、3着にポンシンテルマーク、これは桁外れの強さだ。バサシクエヨー、新馬戦勝ってもな、こんな。一勝クラスの勝ち方と、次戦がな。あ、でも大差勝ちか。すごいな。タイム的にはそんな大したことじゃない。バランスがいい。ステラフラメンコ、一番人気。この月捨て。キシアイス先頭、それを追って外からステラフラメンコ、ここで先頭はステラフラメンコ、その差は2馬身から3馬身、内で食い下がるエイシンロンバード。残り 200m、 これは完全にちぎれたステラフラメンコ先頭です。ステラフラメンコはこのまま押し切るか。2番手はエースを選べば完璧です。圧倒的
せる。2着は西野マルトン、これは桁外れの強さだ、ステラフラメンコ。レコード勝ち。とシャット。バガモンの馬ばっかやな。ゴールドフェイスはまだこいつのんびり屋さんや。男性か。あ、中日キャピタルス、サザン、ファッション、一番人気かな。大逃げもやめようか。開催したからな。ロストシャトル先頭、その差は3馬身から4馬身。調査手応えは悪くない。いや、これ一番人気でも刺されるんだよな。ロストシャトル先頭、しかし後続との差が縮まってきました。このまま踏ん張り切れるでしょうか。残り 200m、 調査抜けた。2番手はロストシャトル、調査ゴールイン。2着はロストシャトル、見事に勝ちました。調査ロストシャトル、わずかの差で勝利を逃しました。ねえ、まさしくえよ、枝てるを。マジか。ここね。勝ってねえ。ここすら勝てねえのはマジでやばいな。有馬記念さにない。バランスはいいんだよな。いい混乱距離でなんか出すか。金牌とか出してみる。お、こんにちは。こんばんは。ひなれさんや。私クエをデビューしたよ。圧勝。ただ、まだデビュー戦しかしてないけど、わかんねえ。だいぶね、勝てるようになってきたんだけど。重賞が勝てねえな。
マイク大丈夫かな。よいしょ。あ、まったりやってるけど。よいしょ。早い。あれ？頑張ってくれよおばさんよ。頑張ってるよ。一応このパソコンにも全部読み、大読みちゃんとか入れてるから大丈夫やと思うんだけど、なんか不具合あったら教えてください。大丈夫や。なんなら俺の今まで使ってたデスクトップよりも今使ってるノートパソコンの方がいいまであるな、動作が。サタンカステ、まさしく栄養一生クラス、サタンカシュこれね、ごめん、1200はちょっと短いわ。選ぶあれです。ちゃんと。1200は短すぎる。成長早めか。早めやね。あんま。2000メートル出すか。浅草キングスは結構強いやつ出てくるんだよな。アドマイヤ、アドマイヤがいっぱい出てくるけど、出してみる。あとはゴールドフェザーのデビュー戦が決まった。こいつはし、こいつは芝か。予選が、予選誰にしようかな。横山のりさんになってんのか。ノリス。追い込み？よくないな。吉谷先生にしよう。ただ今日マジ疲れた。ああ、首が止まらん。リノダンスが32位に入ってる。やっと上、まあ、上位って言っても32位だけど、32位ぐらいまで入れるようになったな。まだ軌道には乗ってないけど、福島牝馬ステークスしか乗ってない。リステッド競争ならね、勝てるんだけどな。重賞になるとまだ足りねえ。重賞出すけど、日本ピロスで。ほい。ジアンもまだ0勝やね。あ、一番人気。ついに。しかもグリグリじゃね？ほら。これは勝ってほしい。多分逃げ馬なんよな。距離が長いと刺されちゃう。マジか。こいつまだ重賞取ったことないんだけど。おお。これでなんか特性つけば G1 で戦えるんだけどな。勝った。おっしゃ。やっと勝った。2着はベジロネット、3着にベジロマリン、日本ピロスフィン。初代のさ、馬刺しり食べろは万世だったからさ。なんなら馬刺し食べろ3歳。4歳かな、3歳か4歳でも G1 取ってさ、9歳ぐらいまで走ってたからな。息が長かったよな。成長がちょっと早みやけん、まあ、どんなに頑張っても5歳6歳ぐらいまででも、もう取るに来るか。あいつは伝統、あいつやばかったな。馬刺し一族また、あのね、馬刺し食べろみたいな馬を作んねえというか。あいつだってさ、東京大賞典4連覇か5連覇ぐらいしてたから。しかも縛りありで難易度エキスパートやったから。ただ海外適性がなかったんだよな。ドバイワールドカップ
2、3回出して負けたよな。あー、地方住所除外されちゃった。あー、出るレースだな。海外は馬刺し一族無理だったね。うん、海外適性がないとな。牝馬、なんだっけ、繁殖牝馬にさ、海外遠征丸みたいなの。あれがつけばね、出せるんだけどね。なかなかつかんのよな。公開ステークス。出せないな。日本ピロスフィン、アメリカジョッキークラズカップはやめときましょうか。パワーがめっちゃあるからな。なんなら中山記念とかがいいかもしれない。東京新聞杯とか出してる。あー、でもこいつ逃げるもないか。ダンスインザムードとかいるっけ。やめよう。中山記念出すか。いや、オーシャンステークスや。はい、ちょっとしばらく休養挟み。よし、次。リノダンス、クオリティテキ、馬刺し食えよう、服従層特別。一応出世レースではある。食えよう、史実長期は食えように、あるだけしつく使うか。あと、ディノダンスとリノダンス。リスナー命名バーを優先させたいけど。まあでもちょっと、ディノダンスはちょっと見切り始めてきてるね。ディノダンスの方はまだいけるよな。うん。よし。ール。ゴールドフェザーのデビュース。ゴールドフェザーも、よくしてやるか。クオリティ的単勝クラス一番人気。あー、これ負けそう。押し出された一番人気って感じ。サーチツヨシ先頭。いや、でも外から来てる。クオリティ的と200を切った。ここで先頭変わって成田キャセロール。残り 100m、 クオリティテキート抜けた。2番手は成田キャセロール。よし、これでリセット競争いけるか。オープンクラスはどうやら成田キャセロール。3着にベルオブアライド、1番人気に応えました。ダート馬が多すぎるんです。もうちょっと芝もつけるか。なんかね、フォーティナイナーとかアフリートとかつけちゃうんだよな。凱旋、これ目的凱旋門賞勝つことやけん、日本で勝ってる馬じゃ勝てないんだよな。だからちょっと重め、芝が重たい、札幌とか函館とかで活躍するような馬がいいんだろうと。だからもう海外牧場ができるまで気長に待つ方。そこまで待ってねえな。まだ名声が足りねえ。名声今どんぐらい ?411 は全然足りねえわ。名声が低い。アンタレスステ
まあまず立節競争かな。1600から1800。ここら辺でいいと思う。名古屋城ステーキ。もう2006年も終わりだ。早いもんや。てか今年、リアルで2024年か、もうあと、もうあとちょっとね、10月も終わりの方。11月、12月。あと2ヶ月ちょいだ。早い早い。この間年明けた感じなんだけどな。去年この時期、俺腰やって入院 したりしてたから。いまだにちょっと腰痛いけど。ちょっと見てみるか。コバはディープインパクトが全部取ってる。ラインクラフト。ディープインパクト。テイクオーバーターゲット。名前がいいです。燃焼サムソン。燃焼サムソンの年か。テイキングサダイヤ、ディープインパクト。ボッカ。ボッカがデビューしたんだな。だ来年は、あれだね、ダスかボッカ世代か。ディープインパクト。タゲルとかだね、これディープだから。ディープ2連覇かな、メンド代表。ここら辺は分かんないから。シロッコ。ああ、年末の作業をしないと。はい。ポルティテキトもピーク過ぎたんだが、早い。頻繁やけんな。子供ますか。あれももう、ピノダンスとかも、なんか、ピノダンスも引退させるわ。インターネット、ディープインパクトが、アーツくらいディープインパクト、リンカーン、まともやじゃ、受けられるようになる。ああ、いい。アイモンシューズ系。エンジゲート。ダンスパートの海外に行ってたのかな。ロックオブジブラルタ。これね、スピード F はさすがに売ろう。スピードが大事だから、とりあえず。ああ。オスタンスとか取っときて。大変売るか。はい。なるべく俺らが走らした馬は子供産ましてやりてえな。藤岡浩太。藤岡さん亡くなった方かこれ。デビュー。あのさ、女性騎手
名前なんだっけ、あいつ引退したよな、携帯って言って、ナナコちゃんか、あ、嘘ついたらダメだな、なんかアイドル的じゃないけど、おっさんとかが結構ナナコナナコ言ってる人いたけど、残念やね、あ、超重ね、あーとか、これ走らせるか、よろしくです、大物、はい、前何しようかな、新時代の馬が来るぞ、来るぞ、名前募集、これがなんか適当につけるけど思いついたら教えて、こいつ強いな、ただダート馬なんよ、こいつ手抜き癖があるけんな、インパでクラシック1400がベスト、なかなか厳しいもんは、いい人に集めたいんだけどダメって言われる、知らないんでって言われちゃうんだが悲しいな、プリンセスとオリエット、なんかカラクリサーカスの名前取りてえな、俺カラクリサーカス最近漫画読んでんだよ、パチスロー、いや打ったことないけど、カラクリサーカス、なるみ兄ちゃんとマサルしか知らんのやけど、アルルカンでつけよう、アルルカン、アルルカンだっけあの人形の名前、忘れた、アルルカン、これでいいや、ちょい次、いっぱいこいつかな、砂の王にして、サンドストームってつけとくか、一応サンドストーム、これが中距離、さっきあんま強すぎ、村木か、これはなんか自動でつけるかな、これが短い、よし、これでいいや、はい、あ、リノダンス中山金杯、横山ノリが乗ってくれると、よし、あ、アブキャラが良くないな、本当は非根幹距離やけん 2000m とか走らせたくないんだわ、出るレースがねえよな。
1800か2200がいい。混合力仕様がいる。これね、ディープインパクトの天馬戦2着だ。で、こいつ自身も G1 出たり、重賞取ったりしてるから、混合力仕様。ディープの新馬戦2着。ダンスインザモア。これダンスインザダークとか、ダンスインザムードとかの、あれだよな。兄弟だよ。違うっけ、子供かもな。ダンスインザムードかなんか。混合力仕様、先頭、外にリノダンス。残り 200m を通過してリノダンス。リノダンスが、2番手は中山記念を取るの。大外から一気にダンスインザモア、リノダンス。ダンスインザモアが来た。危ねえ。わずかにリノダンス、体勢有利。これ重賞馬か。お、なんかついた。ブシャッチ。ワンオフ1回。ビクトリアマイル出れたらいいけど。ビクトリアマイルとか、マイルチャンピオンシップとか、ここら辺ぐらいの G1 じゃないともなく食べ、出ないよ。まさしく栄養2戦目。服従総特別。結構、なんか敵強そうだな。いけるのか。馬刺し替え用字書いつけてあげてください。わかりました。馬刺し替え用ね、書いときます。ありがとうね。名前つけてもらう、書いときます。馬刺し替え用、馬刺し替え用か。バス、馬刺し替えよう。はい。わがままかな、ちょっと早く消したい。中山か、1800の重賞とかなかったっけ。あとあるわ。これ出す。中山牝馬ステーキ。よし。次。シャッと。オールドフェイザーも仕上がってんの。馬刺し、馬刺し食えよ。一番人気。おお。これ勝てばオープン。ただ早めないよ。頑張れ。ちょっとのんびりしてるけど。馬刺し食えよ。先頭一馬身から二馬身引き離す。あと 200m、 先頭は依然として早めに能力をつける。2番手はラムラマース。とてつもない強さ。マサシクエリオ圧勝。今ゴールイン。2着は微妙です。これはもう違う。マサシクエリオ、オバクラシックは誰が、だってウォッカがダービー取ってるからな。ハイチョコ王とかかな、確か。いや、違うかも。よし。馬名を募集しております。我こそは、なんかいい名前があったんで、こう書いておきます。また、来年。年末の作業の時に行けます。よろしくお願いします。定期的に行っておきます。テーラーフラーメンコニアリスト、理由何出すかだな。この私キャラギショーとか出ようとしてる。大丈夫、相手強いんじゃない。マンハッタンスカイ、
だってそんなぶっちゃけめちゃ有名なやつってそんないねえんだよ。出してみるか、様子見で出してみる。警報ノンピロスフィンがオーシャンスクおしゃってるか。このゴールドフェザーはダニエル、一番人気。リステッドなら勝てるんだかな。ステラフラメンコ戦闘。いや負けるわ。外からグレイスティアラ残り200メートル。これに刺される。ステラフラメンコさらに足を伸ばす。あと100。ステラフラメンコ戦闘。ステラフラメンコ戦闘。危ね。ステラフラメンコ。ステラフラメンコ一着、二着はグレイスティアラ。この走りだとちょっと重傷きつそうだ。一番人気に応えました。もうちょい近くつけねえと。で、結構休業明けがいい成績残すやつかな。あ、一手だけしなくてもってことか。1回目が休業明け、1回目がいい成績のロストカット。お、ナイス特性。うん、多分そういう感じだと思う。ちょっと使いやすいんだ。あ、私食えよ、キサラギ。シャトルは無理。ロードフェーザーでしょ。フラフラメンフェラーリ。あー。一旦追ってやったらいいと思う。ブラッケとかわがまま消したいから。1200、1800。柏記念無理。3日目の字。こういうの出しちゃダメなのか。プロフネッシュ、高知県だね、確か。遠征するか。高知で重賞取ってくる。実際のその地方重賞もね、大体中央から JRA 所属の馬が大体人気する。地元勢がどんだけやれるかみたいな感じらしいけど、俺あんまり地方競馬詳しくない。わかんないけど。あ、やべ。残ってるなら馬刺しにやるか。ああ、馬刺しにはよくない。2番、ブラックタイド。これディープの兄ちゃんだね、ブラックタイド。あの竹豊がね、ずっとこいつはもう一つのギアがあるみたいなことずっと言ってたんだけど、隠されたギアがもう一段階あるみたいなこと言ってたんだけど、そのギアがなかなか出なかった。ロストシャトル先頭、リードは2馬身から3馬身。ええ、あれだよ。足色は十分、前に迫れるか。残り 200m を通過して、ブラックの先頭はコーチャー。ブラックタイド、2番手はロストシャトル。ブラックタイド、これは決まったか。ブラックタイド1着。ブラックタイド、ほぼディープと同じ。オートリオって言ってなんか見たことある。オートリオですよ。ブラックタイド気のせいか。
多分ね、大鳥がこのウイポの、あの、馬主さんだもん。大鳥っていう、判明がさ。多分似たような名前多分いる。オデッセイ。なんとかオデッセイ。ほう。これね、ウイポの人だね。シシルと大鳥はね、ウイポの馬主さんだね。なんかこの、コンピューターというか。2着ならまあよしか。あーもう11人か、もうちょいやろうか。本当はね10時間ぐらいウイポやりたいんだけどな、さすがに、さすがにそれはやりすぎか。一番疲れんかも、ウイポやるってる時は。疲れてる時ウイポがいいかもな。さすがに笑い。でもね、昔そのそれこそ大学生の時とか、なんか夜寝れん時とかさ、1時ぐらいからウイポやってさ、朝小鳥がさえずるぐらいまでやってたこととかな、しょっちゅうあるからな。そんぐらい2300何年とかやってたもんな、俺。ずーっと。オリジナル馬対オリジナル馬でやってたけど。なんか虚無になるんだよな。やっぱ、史実馬が出てくる年に、こう、なんだろう。俺の自家製産馬と戦わせるのが一番面白いんだよ。だから早めに、組んないといかんから。ある程度ね、歩数絞れば、その時間かけりゃすぐできるんだけど、早く作んないといかんのよな、素質馬を。その史実馬がいる間に、これは2024年までいるのかな。多分見習いさんが持ってるやつは2024だろ。だから2024は2025まで多分いるはず。そいつらと戦わしたいのよ。それ超えると、超えた1年目にそのウイポのハードステージとか、猫ガールみたいな、なんかウイポのさ、おなじみの名馬が出てくるんだよ。かまいたちとか。そいつらが終わったらもう完全オリジナル世界になるから。あの、今に、放牧か。あーゴールドフェーダー少し下がっちゃったな。頑張れ。能力はもうこれ以上あんま上がらんからな。上がらん馬をやるよりも他の馬やりたいから、ちょっと待っとく。はい、リノダンス、ゴールドフェザーのデビュー戦、和島、まさしくえよ3戦目、木更木賞、サスキ賞トライアルか、一応。トライアルではないかな。ごめん、トライアルではない。まさしくえよにちょっと、ああ、できなかったわ。バフつけようと思ったけど、ダメだな。クエヨー頑張れ。クエヨー。ゴールドフェザーも結構強いと思うんだよな。お、ゴールドフェザー。ほら、待機シャトル、ファブラスラフィン。こいつの客室が先行なら、ええか。先行だとかなりいいだよな。なんか、発動するんだけど。
これ無理やり先行できんかな。ゴールドフェザー先頭、後続とは3馬身以上、その差は縮まらない。マルタカハピネス必死に追い時々逃げ先行みたいな馬がいるから、それだったらいいんだけどね。先頭あと200メートル、先行で固定させるから。完全に引き離した。ゴールドフェザー先頭です。このまま押し切るか。2番手はマルタカハピネス、完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はマルタカハピネス、これは桁外れの強さだ。ゴールドフェザー足毛や、足毛の怪物や。馬刺し一族は逃げに恵まれない。馬刺しもな、そうだな、逃げ、あ、まじま、いや、やめとく。追い込みのスキル持ってたもんな。あ、逃げのスキル持ってたんだな。あの、サイレンス鈴鹿の、あれ持ってたんだよ。特技。一番人気やんなきゃ、これ馬刺し食えよう、これ勝ちゃ、グリグリなんだけど、これ馬刺し賞出せる、いや勝てる、いや分からんけど、ライバルがいなけりゃ、まあ、この先頭外に馬刺し食えよう、ここで先頭に立った、特技なんか特性と取れば内からビクトリー、ビクトリーだ、この年の馬刺し賞が。そんな強くねえぞ。これは驚いた、まさに大差。でダービーがボッカーが来るけ、これは体勢消したか。13連勝で重賞制覇、バサシクエリオ完勝。2着はセゾンライズ、バサシクエリオ見事1番人気に応えました。馬に、ね、なれるような活躍すれば、血が子供を残せるからな。お、なんかついたかも、鉄砲がついた。放牧開け、あ、スピードあるね。どうしようか、ローテーション。クエヨー。俺、クエヨー、さすがに、いいね。高木賞負けるかと思ったけど。食べろはな、ダート馬だったから、クラシック路線はちょっとな、あんま、関係なかったもん。実際シボバとか繁殖牝馬とか早熟馬が好まれるからな、大体どこもみんなダービーに間に合うぐらいの早めのやつ、馬がやっぱ好まれるからな。安静とかね、やっぱ嫌われるんよ結構。あ、どうしようかな、このダンス間に合うか。フラフラね、もう間に合わんかも。私食えよ、スプリングステークスに出ようとしてるけど、なんか、ま、緑巻き馬王のさ、モーリアローみたいな感じで荒らしてるな、ステップレース。あ、でも出した方がいいなこれ、多分なるべくいっぱい出して、馬刺し一族の名に恥じぬ走りやな。G1 取るよりも、多分 G1 出しても多分、まあ、特性の差で負けるから、早めにいっぱい重賞、当てる重賞出して特性つけた方がいいかもしんねえな。馬刺し食べろもさ、結構特性が揃った時もう手つけられん強さになったから、能力的にはそんな大したことなかったけど、癖ゲーやからな、これ。オートフェザー、あー、黒、これはちょっと食べろ路線やね。あー、参るか。あ、3月3週まで放牧してこんぐらいかな。1400。なもんだろう。ゆっくり出そう。そうね、なんか雨がね、すげえ降ってきて、雨に打たれちゃったんだよな。なんか疲れただから。よし。
このダンスは知ってるよな。フラフラメンコも。コーバーターゲット。よし。間に合うかもな。あ、G1 取り手。笛用が取ってくれるかな。さあ、伊坂さんのクラシック予想。ドリームジャーン。あー、ドリジャがいるんだ。ステイゴールド。ステマ配合だね。父、父にステイゴールド。母父、メジルマックイ。ステマ5、ステマ配合。これ流行ったんだよな。笛用ならいける。オルフェーブルもそうだしな、ステマ配合だから。だから母父メジロマックイーンの繁殖品場がこの時めっちゃ売れたんよな。みんな買い漁ったんだよ、ステイゴールドにつけるために。ゴールドシップとかも出てきてね。セシルウィング、これセシルは、まあ、大鳥と一緒だね。ウイポの馬主さん。さあ、クラシック、クラシックシーズン到来。まさしとりあえず出したもんね。スプリングステークス。まさしにちょっとドーピング後でするわ。あ、スタートの推薦は来なかった。あーでいいの、ドーピングつけるよりも普通にガチで育てたらいいのかもしれない。調子下がっちゃったな、私。4周まで持つかな。持たなかったら出さない方がいい。一番に日本フィロソフィー。マジか。こいつ優勝取りまくって特性鍛えりゃワンチャン G1 まである。日本フィロソフィー先頭。しかしその差はわずか。でも逃げ場ないよね。200を切った日本フィロソフィー。意地を見せる。鈴カフェに。あ、やっぱ負けるわ。二番手は金車さんの奇跡。グリグリでもやっぱ負けんだよな。1着、2着は金車さんの奇跡、3着に日本フィロソフィー、見事に勝ちました。バンスケやけんな、レースは出せるけど決定的なあれがないな。あ、でももう7歳か。ダンスとフラフラメイク。笛用持ちそうだね。スプリングステークス。スプリングステークス出したら、ちょっとしばらく休養させて、まず、来ない。マジかよ。さすがにない。お逃げ。
食べろうは健康めっちゃ良かったからね。そうそうそう、信頼度はさ高かったから、その騎士との絆もあったからな。回復量丸みたいなのもついたんよな、なんかだから。騎士の、その、これか。絆特性みたいなのも発動してたから。さあ、リノダンスと、セラフラミンコ。ポーチ遠征がね、よくないと勝てないけど、一応人気はあるよな、これは。だってコーチだもん。緑巻き馬王のさ、緑の巻き馬王の続編の、太陽の巻き馬王があるんだけどね、漫画で。コーチ県が舞台なんで。残り 200m を通過して、先頭は面白いからおすすめです。2番手はセイントベイラー、ステラフラメンコ。ステラフラメンコ1着。昔はね潰れそうだったんだよ、コーチ系。今はなんかだんだんよさこいナイターとかで、ナイター競馬がね人気が出てきて、コロナで一気にそのなんだろう、あのみんなさ出かけれないからさ、ネットで競馬買うようになって、ARA の売り上げも上がったし、地方競馬の売り上げもクソ上がったんよね。特に高知とか。だから、アスペントダブついた。今はもう結構順調。順風満帆。最近地方のレースの賞金が上がったりしてるんで、潤ってるから。中山金髪でリノダンス1番人気、やっと重賞もなんか勝てるようになってきたな。あとは G1 や、誰が最初に勝つか。朝日ライジング先頭、外からリノダンス、あと 200m 1番人気先頭だ、しかし後続の足色もなかなかいい。2番手は朝日ライジング、重賞ぐらい勝たんと特性つかんない。のリステッド競争とかオープン戦だとね、なかなか特性つかんない。パーカンプリンセスもいたわ。オークス馬じゃん、勝ったわ。ビクトリア前出せるかもな。あ、目立ちたがり屋がエンターテイナーに進化した。朝日クエヨスプリングステークス、ちょっと最近ちょっと本詰めて使いすぎではあるんだが、まあ早めやしな。ブラッキャーは解消されました。いいね。また増えた、なんか。昨日ダンス。今日はこのクエ用のスプリングステークスやったら終わろうかな。ちょっと疲れちゃったな。次、4月からやな。でも、また子馬が生まれて。マジや。大阪杯出すぎだろ、こいつ。さすがにない。ない。ダンス。
次交換距離やから1200頭が1800頭がいいの重傷ええー、なアルオケーとか出すか。あー距離的にはこれがいいんだけど、今ヒンバステークスで実は体調悪いな。はい、でよ体調悪い馬もいます。マジか、見とかないか。シャトルはちょっとあるかな。あ、バス、バッシースプリングステークス。今度こそあれだな、ステップレースだな、クラシックサツキ賞。一番人気、二番人気マイネルフィード、ビクトリーがいる。さ、後のサツキ賞馬がいる。これ、これマジでサツキ賞出した方がいいのかな。三振クエリオ先頭、二馬身から三馬身引き離す、200を切った。後続を引き離しにかかります。二番手はセシルピック、後続は大きく離れた。三振クエリオゴールイン、これはものが違う。ちょっと悩むな。二着はセシルピック、三振クエリオ見事トライアルを勝利、本番に向けて夢が広がります。いやこれね、大回りやってるのも知れんけど、ちゃんと特設積んだ方がいい。坂越え、あ、これいいな。坂がある競馬で、あの競馬場で強くなった。東京、皐月賞も中山も坂あるし、東京も坂あるし、阪神も坂ある。菊花賞は、菊花賞ってあれか、京都か。じゃあ坂ないわ。G1 級。いいね。ちょっと一回会にしてみて。あ、でもちょっと調子が悪くなっちゃうかも。無理して出さない方がいいかもしんない。せっかく無敗できてるからな。あ、将来の殿堂入り子か。おっか。ドリームジャーニー。オルフェの兄ちゃん。大将、これがウォッカーのダービーで 1.3 倍かなんかで一番人気だったんだけど、オンラインクエヨいるやん。ウォッカー、え、本当だ、クエヨ、やべ、ついに注目されちゃったな。アスカとウォッカーに並んでる。あー候補出していいのか。出すか。こういう、そういうなら。ちょっと受ける。さっきちょっと出してみるか。じゃあ次はね、馬刺し食えのさつき賞したいと思います。じゃあこの辺で。よいしょ、終わっとこうか。今日はね、重賞、3勝か3勝ぐらいしてたの。順調。
あ、殺人ワンは誰が取るか。2007年3月。お疲れ様。はい、お疲れ様です。みなれさん、ありがとうございます。また、ウイポやろうと思います。馬の名前ね、いつでも募集してますので。じゃあ、お疲れ様でした。おやすみなさい。